どうも、横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。それでは今日も上手がよく使う手の傾向と対策ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はここにつけられた時にどのような応手がいいのかっていうのをね、見ていきたいと思います。これも実は非常に上手がよく使う手で、かつですね、非常に実は間違えやすい形で、私も指導後の方でですね、打っていて非常に間違われるケースが多いなと思いましたので、今回やってみたいと思います。これ非常によくできる形で、置き碁でも互い戦でもよくできるんですけど、星にかかってですね、相手が挟んできたと。この場合実はちょっと黒強いんで、挟みがやや無理気味な手なんですけども、その時に飛んで、受けて、これ受けるぐらいですね。で、ここで黒も、なんか下に打つのはちょっとね、自分が強いところなんで嫌なんで、上に打ちたいんですよ。こういう風に帽子で。ここまではすごくうまく打てる方多いんですね。ただ、ここで白もさばくために、覗いてつけるよっていう、一つのさばき方がありまして、白も別に無理な手をやってるわけではないんですけども、ここでただ黒がちょっと受け方を間違えてしまって、そのために形勢がね、大きく損なわれるというようなケース非常に多いですから、ここでどうするのか今回は見ていただきたいと思います。はい。この時にどうでしょうか、どのように打つかっていうことなんですけど、さっきまでね、黒が白攻めようと思ってたのに、ここつけられた瞬間にね、途端にこの3つが寂しく見えませんか。なので、ここで守りに入ってしまうケースすごく多いんですね。でも気持ちはすごいわかるんですけども、例えばなんかね、下の方で生きに行こうとか、つけられたんだけど跳ねるの怖いからちょっとこんな風にね、自分が逃げられればいいかという風にやってしまうケース多いんですけど、ここはやはり、つけには跳ねよという格言通り考えていきたいんですね。跳ねから考えたい。で、跳ねといっても、こっちから跳ねる手は逃げられてしまいまして、こんな風にやっても、これは白がね、すごくいい形で外に出ていきましたよね。裂かれ形という非常にいい形で外出ましたから、これは黒としては失敗になります。はい、この格好で出られちゃいけない。なので、ここは勇気を出してね、跳ね出す手が非常に大事になります。こちらに打てば、黒としては十分に戦うことができます。例えばですけど、まず、こんな風に出てくると、ここの3つ心配かもしれないんですけど、ただこれはね、当てといて、こちら当たりですから逃げても、当たり、逃げる、当たり、逃げる、どんどん追いかけておいて、この白はちょっと逃げることができないですよね。例えば、切っても逃げておいて、もう白2手しかないですから、なんかこの辺を切っても先に、白を取ることができます。はい。なので、跳ね出した時にこちらの出はほとんど心配ないなと。白としてもここを切るぐらいが相場の進行です。はい。で、これに対して、黒としたら、こちらにね、当たりを打ちます。はい。横から、この当てもね、知らないとちょっと打てないですね。ちょっとこの白を重くするようなね、イメージなんですけども、はい。で、逃げて、それからつなぎます。で、ここで、白はですね、ここの2個も弱いし、この2個も弱いんです。ここ2個取られると地が大きいんで、相場はね、こっちから当てて、つないで、かけ継ぎの、下駄で取ると。こんなような、これがね、相場の進行と。まずこの相場を覚えておいてください。はい。で、白も続けて逃げていくというような展開になると思いますけどね。はい。なので、これが相場。で、白が例えば、当然打ってるとね、こういうの逃げられるのは怖いと思うんですよね。こんな感じで。これもごもっともなんですが、ただ、割り込んでおいてね、これは実は白が結構無理なことをやっています。はい。当てても継いでおいて、次この3つ取られちゃいますから、なんかこんな風に打つぐらいですけど、でも出ておけば、とりあえず地がね、非常に白としては損ですね。ここ白っぽかったのが完全に崩壊しましたから。はい。で、かつまだこれも十分に弱いし、黒は目がなくなるという心配はね、ここ出ておけば、ないかなというところですから、これも、黒が大成功と言っていいですね。はい、ということで、白がですね、ここで、そうですね、その他の変化ですと、何があるんでしょうね。例えば当てて、それからまた、こんな感じですかね。こんな風に逃げてくると、そうですね、曲げてくると、いろいろありそうなんですけども、例えばこの白をですね、こんな風に、ちょっと攻めておいて、どうやっていけるんだいってやってもいいですね。黒はね、結構、例えば白はこんな風に来る。黒は結構ね、ここから出ていく手とかね、ここに滑ってからもう一回こういう風に滑って息を求める手とかありますから、なかなかこの黒はね、ちょっと弱く見えるかもしれないんですけど、そう簡単に弱くならないんで、こんな風に先に攻めて、この白がですね、例えばこんな風に来れば攻めてるふりをしながら、自分も気づいたら目ができるよというような状態にするのが非常に望ましいと。で、この辺の出が見えてれば、
まあ、なかなかこういうのね白切ってこれませんから、この主張の関係がありますからね。うん、でまあこのいろんな追いかけ方ありますけど、まあ、どれかの主張が良ければいいですから、はい、いろんな追いかけ方ありますね。この主張もあるかもしれない、まあ、なのでかなり主張がいいことも多いんじゃないかなということで、なかなか弱くならないんで、やはりあくまでもこの白を先に攻めるというようなイメージを持っておいていただくのが大事かなというふうに思います。はい、ということで、まあ最後の方の図はね多少難しくなってしまったかもわかんないんですけど、まずこの跳ねが打てるというのがすごく大事ですから、跳ねて切られて横から当てる、これもね知らないと打てません。当てて継いでから逃げて、で当ててからまあ継ぐとか、まあ何かね、これは実際によって多少違いはあるかもわかんないですけど、まあこのような図が相場の進行ということはまず、覚えていただければ今回はいいのかなというふうに思います。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。まだまだね毎日実践で使えるテクニックいろいろ惜しみなくご紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。